エッグロールとはアメリカ風中華料理店で前菜として供される揚げ物。刻みキャベツ、豚肉のこま切れ、その他の具を厚い小麦粉の生地で巻いて長い筒とし油で揚げて作る。中華料理の春巻きとは関係が深い。典型的には温かいものをセロファンコ袋に入れたまま手づかみでダックソースや醤油、プラムソース、ホットマスタードにつけて食べる。 エッグロールはアメリカ風中華の定番として全米に浸透しており、テイクアウトのコンビネーションランチセットでは、フライドライスやフォーチュンクッキーと並んで基本メニューの一部とされることが多い。エッグロールの具は刻みキャベツに豚肉の小片などを少量加えたものがほとんどである。この料理の起源は明らかになっていない。中国大陸で食べられている春巻きとは、 関係が深いが別物で、初めて現れたのは20世紀初頭のアメリカである。エッグロールに言及している文献で特に古いものとして、1917年にアメリカで出版された中華料理のレシピ集があるが、そこで紹介されている料理は、現代のエッグロールとは似ておらず、小鍋で焼いた卵焼きで、肉や野菜を巻いて、筒切りにしたもので、韓国のケランマリに近かった。チャプスイ。 合衆国における中華料理の文化史という著作を持つアンドリュー・コウは現代のアメリカ式エッグロールは1930年代にニューヨークの中華料理店で発明されたと書いている。発明者とされたのはその店の料理人だったルンフォンとヘンリー・ローのいずれか一名だが二人はどちらも自分の功績だと主張している。こうによると1938年の料理本 クックアッ h トホームインチャイニーズに収録されたローのレシピは、タケノコ、チャーシュー、エビ、青ネギ、白具合、塩、うま味調味料、砂糖、パーム油、胡椒を用いたもので、現代のエッグロールで具材の主役となるキャベツが、含まれていない点は特筆すべきである。エッグロールの具に卵を使うのは、一般的ではなく、皮の小麦粉生地には卵を入れる場合もあれば入れない、場合もある。 料理の起源が判明していないのと同様、キャベツが主体となるアメリカのエッグロールの名に、エッグという言葉が入った経緯も不明である。ワシントンポストは1979年の記事において、中国語で春巻きの春の発音が単とよく似ていたためだと推測したが、この説は広く受け入れられているとは言えない。極東から東南アジアには、多種多様な春巻きが存在し、 アメリカにおいても中華やベトナム大料理店で供されるがアメリカ式のエッグロールは独立した料理である。典型的なニューヨーク風エッグロールは直径約5センチメートル、長さ15センチメートルで皮はザクザクしていて厚く噛み応えがあり表面には凹凸がある。アメリカナイズされた中華の定番料理が大抵そうであるように 野菜の品種や味の構成は本場の中国と異なっていることがある。例えば、エッグロールにはブロッコリーも入る。エッグロールとは別に春巻きをメニューに載せているレストランも存在し、特にベトナム料理店では冷たい具をバインちゃんというライスペーパーで包んだ前菜をそう呼ぶ場合がある。タイや中華の料理屋では揚げ春巻きもある。 アメリカのアジアンレストランで出される揚げ春巻きは、エッグロールと比べて細く、小麦粉もしくは米粉の薄い皮で巻いたもので、パリパリした軽い食感である。テレビドラマザ・キング・オブ・クイーンズ第5シーズン第5エピソードにおいて、登場人物のダグ・ヘファーナンが、職場で、エッグロール大食いコンテストに参加する。1968年のロマンティック、コメディ映画 With6 You Get e g グロールでは、 それぞれ小持ちの男女が結婚した結果、急に人数が膨れ上がった家族の間で様々な混乱が起きる。そんな中で登場人物の一人が、これだけの人数なら中華料理店でエッグロールの無料サービスを受けられると気づくのがタイトルの由来である。1959年に初演されたミュージカルジプシーの2008年公演には、ハブアン・エグロル、ミスターゴールドストーンという曲がある。 テレビドラマ、ブルックリン9-9第2シーズン第14、エピソードで、登場人物の身長を、エックオール単位で数えさせようとするシーンがある。チョップスイ、A Cultural History of Chinese Food in the United States。ありがとうございます。